菅総理大臣は今日午前、何としても難局を乗り越えたいと国民に改めて緊急事態宣言への協力を呼びかけました。ぜひこの厳しい状況を国民の皆さんのご協力いただきながら、何としても難局を乗り越えていきたい、そのように思っています。どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。その上で、大阪や愛知を緊急事態宣言の対象地域に加えるかどうかについては、状況を確認した上で対応していきたいと述べるにとどめました。一方、国会では午後、新型コロナ特措法の改正に向けて政府と与野党が協議します。政府は休業要請などに応じない事業者に対し、刑事罰とならない行政罰として50万円以下の過料とする案を検討しています。